日吉大社東本宮日吉大社東本宮日吉作りは平安時代初期に成立した得意な社殿形式の一種日吉大社に見られる社殿形式であるなお日吉作りは一般には日吉作りとも読まれ国語辞典にも記載されているが建築学の専門書では日吉作りは語読と記載されている日吉作りは 日吉大社に見られる入りも屋造り平来入りの変形にあたる極めて特殊な形式である。制定造り、三能造りとも言う。成立時期は確定的ではないが、平安時代が過ごろとされる。正面三間側面2軒の三社に前方と両側面の三方に一軒の日差しがつく。屋根は入りも屋造りの日和田ぶだが、日差しをつけていない。 背面側は垂直に切り落としたような形状になっている。ミシャが内陣になっており床が一段上がっている。前面には後輩がつき、四方に円を回すが、東本宮は背面の円の一部がミシャの床に合わせて上げられている。全体的に床が高いのも特徴だが、床下は下棚と呼ばれる最上となっており、下級の層が三詣したと言われる。 このような構造が取られているのは、背後の比叡さんをご神体とし、社殿がその拝殿としての性格を持つためと見られている。日吉作りでは、チギやカツオキは屋根に設けない。ありがとうございます。